明省がレールガン開発へ。5インチ砲の10倍の威力で迎撃可能。2022年に入り、いきなり北朝鮮によるミサイル発射が発生した。現在我が国における弾道ミサイルの対処は、海上自衛隊のイージス艦による洋上からの SM-3 迎撃と、航空自衛隊の地対空迎撃ミサイル PAC-3 の2つの手段しかない。仮に日本に向かって弾道ミサイルが発射され、この2つのミサイル防衛システムをくぐり抜けた場合、甚大な被害を被ることとなる。海上自衛隊においては、弾道ミサイル迎撃と対空・対艦攻撃も可能な次世代ミサイルの SM-6 を新型イージス艦にいずれ配備する予定だ。航空自衛隊も従来の PAC-3 から高度・距離が2倍の PAC-3MSE に換装している。しかし、中国の配備する DF シリーズのような高速弾道ミサイルを複数発射された場合、現在の自衛隊の装備では全てを迎撃することは不可能である。そのため、次期迎撃用兵器としてレールガンに白羽の矢が立ったのだ。今年度の防衛予算の概算要求にしっかりとレールガンの予算が計上されているのは確かである。今回は、次期迎撃用兵器のレールガンは一体どのような仕組みで発射されるのか、またミサイルや大砲との違いや特徴について解説していこう。レールガンの仕組みと特徴。レールガンとは、昔は SF アニメに出てくる想像上の兵器であった。レールガンの実験は1960年にオーストラリアで初めて行われており、すでに60年以上が経過している。レールガンは火薬ではなく、大出力の電気を使用して弾を撃ち出す兵器である。電流が流れると磁界が発生するが、この磁界を利用するのが大きな特徴だ。簡単に言えば、2本の鉄のレールに大出力の電流を流すことで磁界を作り、その間で弾を加速させて発射する。例えるなら、磁場の力で走るリニアモーターカーの理論と似ており、リニアモーターカーが打ち出す弾になったと考えると分かりやすいだろう。ちなみに、拳銃の初速は秒速230から680メートルで、戦車の大砲の速度はタングステン鉄鋼弾で秒速1790メートルである。約5メートルのレールから打ち出される弾の速度はマッハ5から7で、秒速1700から2400メートルという速さである。21世紀の現在においては、最大速度がなんと秒速8000メートルのレールガンが開発されており、発射速度は火薬の比ではない。また、打ち出された弾の速度だけでなく、火薬の弾よりも長射程かつ安価というのがレールガンのメリットだ。アメリカ軍が開発を進めているレールガンは時速約 7200km で、射程は 200km、 1分間に10発を発射できる能力がある。アメリカ海軍の駆逐艦ズムウォルトのレールガン試験では、マッハ5で飛び、約 370km 離れたターゲットを撃破している。海上自衛隊の主砲である5インチ砲の射程が約 37km とされているので、レールガンは5インチ砲の10倍の射程を持つことになる。しかしながら、アメリカ軍は現在レールガンの開発を取りやめ、レーザー兵器の研究に力を入れている。一方、レールガンのデメリットは、大容量の電力を確保しなければならないことだ。発射に必要な電力は、艦船に搭載されたガスタービンエンジンから得たもので、約80メガワットの電力が必要となる。この電力は、一般家庭の約2万世帯分に相当することから、いかにレールガンが大容量の電力を使用するかわかる。ただし、レールガンの弱点である連射性が低いという点は、今後の課題となるだろう。防衛省がレールガン開発へ。防衛省がレールガン開発に至った経緯は、度重なる北朝鮮の弾道ミサイル発射、中国の空母キラーとも呼ばれる DF-21、 ロシアの高速弾道ミサイル開発など、これらの脅威を危惧したからである。2022年度の防衛予算には約68億円の研究開発費が概算要求で計上されている。レールガンの開発を行うのは防衛装備庁である。電磁加速システムとして研究され、すでにマスコミにも公開されている。防衛省によるレールガンの開発は2016年度より始まっており、その当時の研究開発費は約10億円であった。
だが今の日本の弾道ミサイル防衛システムでは限界に来ているため、予算の倍増に踏み切ったのである。またロシアが2019年末地球上で最も速い極超音速ミサイルアバンガルドを実戦配備したのは自衛隊には脅威であった。イージス艦に搭載される弾道ミサイル迎撃用の SM-3 の速度はマッハ10を超え、迎撃高度は最大 500km ほどになる。現在の性能ではマッハ20で迫り来る敵の超音速兵器を破壊するには無理がある。防衛省防衛装備庁が研究するレールガンは長射程で約マッハ7で弾丸を打ち出し、しかも連射を可能とするものである。現在の開発通りにいけば2028年には正式なレールガンが日本で誕生することになる。アメリカは開発費の問題からレールガンの開発から手を引いているが、日本は独自でこの技術を確立しようとしている。問題は電力の確保をどうするかである。海外のレールガン装備状況。各国のレールガンの配備開発状況であるが、先駆けて配備されたのはアメリカ海軍のズムウォルト級ミサイル駆逐艦である。高いステルス性を有する独特のフォルムで、排水量は1万5000トン、航空機のボーイング777と同型のガスタービンエンジン2機を搭載しており、最大速力は30ノットである。このエンジンを使用して大電力を発生させるために艦の速力を落としていた。またレールガンの連射も毎分6発程度と従来の手法より遅いことなどが理由で正式採用されなかった。当初は30隻配備予定であったズムウォルト級は、結果3隻でアメリカ海軍への配備は終了したのである。現在アメリカ海軍はレールガンに代わりレーザー兵器に力を入れている。一方、中国のレールガンは2011年頃より開発が始まり、2017年には艦船に搭載して発射実験を行っている。アメリカの情報機関によると2023年までには実戦配備予定とされている。また中国のレールガンは開発中の強襲揚陸艦に装備されるという。さらにレールガンを歩兵の小銃代わりに配備する研究も中国は行っている。これは弾薬が火薬より安く威力も強力であるという理由からだ。中国にレールガンが配備されたら日本だけでなくアジアの脅威となるだろう。また近年中国は台湾を一つの中国として考え、統一を目指して侵略の野心を持っているため、中国人民解放軍のレールガンは台湾を脅かす兵器となるだろう。その破壊力とインパクトは存在だけで台湾にとって国家存亡の脅威となりうる兵器である。まさにレールガンの登場は東南アジア諸国のミリタリーバランス戦略を一変させるゲームチェンジャーといえる。次世代兵器の開発。超音速兵器の登場により今までの戦い方や兵器のあり方が見直されている。特に日本は北朝鮮、中国、ロシア、この3国と常に対峙している。レールガンが実戦配備されれば防御だけでなく、その長射程を利用して遠距離からの対地射撃など敵基地攻撃にも有効である。ただし誘導ミサイルとは違い、直線でしか飛翔しないという弱点をどうするかという課題もある。ミサイルとの合わせ技で攻撃や防御を行う可能性もある。各国がこぞって超音速弾道ミサイルを配備する中で、レールガンの開発には1日の猶予もない。超音速弾道ミサイルの脅威に対抗するための防衛装備予算はもっと潤沢でも良いのではないだろうか。そして中国よりも早く研究開発を行い、自衛隊への実戦配備が急がれる。